ハーバート・マッキンリーは、ジャマイカの陸上競技選手。マッキンリーは、ジャマイカのクラレンドン教区出身で、アメリカのイリノイ大学に在学中だった1946年と1947年には、全米学生選手権の220ヤードと440ヤードで、優勝を果たす。彼はまた全米体育協会の440ヤードでも1945年、1947、 1948年で優勝を果たしている。さらに、1947年には100メートルで10秒、3、200メートルで20秒、4、400メートルで46秒、2の3種目で世界ランク1位となっており、これは史上初の異業であった。1948年ロンドンオリンピックの直前、400で46.0秒の世界新記録を樹立。 さらに1ヶ月後には45.9秒と事故の世界記録を更新する。しかし、オリンピックでは400メートルで同じジャマイカのアーサー、ウィントに敗れ金メダルに終わってしまう。さらに200メートルでも4位と成績が振るわなかった。さらに4400メートルリレーでも、決勝でウィントが筋肉を痛めメダル獲得はならなかった。百五十一年のパンアメリカンゲームズでは百メートル。 2 0 0ル、4 0 0ルの3種目とも3位という奇妙な成績を残している。1952年ヘルシンキオリンピックの1 0 0ルでは4位まで10.4秒くらいという非常に混戦となった中、銀メダルを獲得。さらに4 0 0ルでも同じジャマイカのジョージ・ローデンと45秒9の同タイムで銀メダルであった。しかし、マッキンリーは4 4 0 0ルで、 ジャマイカチームの第3走者として3分03秒9の世界記録を出し、ついに金メダルを獲得した。ありがとうございます。